はい、ということでどうも種です。ということで、今日はねちょっとまあしんみりとお話をしないといけないのかななんて思ったりいたします。いよいよ明日からですね、小林優さんの卒業コンサートが行われます。まあこういった中でね、まあユイポンのことをちょっと回想をしてみようかなと思ってます。まあ僕もこう欅坂時代からずっと追ってきた、まあ本当に桜坂欅坂を支えてくれたこの小林優衣さんの卒業というのは感慨深いです。卒業の発表があった時にね、動画1本出しましたけども、それ以上以降はほとんど生配信でしかポツポツとしか喋ってないんで、今日はしっかりとね小林さんの話をちょっとしてみようかなと思います。小林優衣さん、一期生として2015年に欅坂に入りました。初期の頃はぼっちキャラ、それから、なんか庶民派キャラみたいなのがつきながらも、どんなことにでもオールマイティに動けるメンバーとして、で妹ポジション、年齢的には下の方でしたからね、お姉ちゃんたちにまあ、隠れながらも光るカリスマ性を持っているようなタイプだったななんて僕は思っています。サイレントマジョリティでもね、デビューシングルの中でもフロントを務めている最後の一人になるのかな、そんな子が卒業するといったところになるわけです。でまあ小林さんってやっぱりこう歌もできる、ダンスもできる、演技もできる、お笑いもできる、なんか全てにおいて何でもできた、ね、モデルさんもやった、いろんなこともできる、本当まさにオールマイティキャラだったと思います。だからがゆえに特化してるものがないからどこに重心を置いていいか悩んだ時期も正直多かったのかなというのが僕の印象です。加えて言うとやっぱりお姉ちゃんたちが頑張っている中で自分はやっぱり妹ポジションとしてどこまで前に出ていいのかがわからない、一人でも全然平気なタイプっていうところで、なかなかこうまあグループの中心にいながらも2番手3番手にいるような、そんな子だったような気がします。でそうした中でやっぱり桜坂に改名してからですね、大きくこう何て言うのかな、責任感が生まれたというか、このままではいけないという部分を感じたんじゃないかなと思いますね。でドキュメンタリーでもやっぱりユーポンは一人ね、ちょっとこう他の子たちとは少し違うものの見え方みたいなものをしてたような気がします。それはやっぱり一つはこのね、長くこうユニットとして組んでたゆいちゃんずのね、今泉さんが、早い段階で卒業してしまった部分みたいなところでもこう思うところはあったでしょうし、また平手さんだったり、他のねこうエース候補の人たちとの絡みにおいてもね、少しこう、距離が難しかった、だと思うんです。お姉ちゃんたちの意見、そして周りの意見、いろんな意見の中で自分の中で答えを出さないといけない辛さみたいなのをずっと背負ってたようなタイプかなと思ってます。そうした中でこう2021年にはね、一度活動を休止しました。あの時は本当に桜坂をこうなんとかみんなの知る認知度の高いグループに育てようみたいな気負いから、多分過剰なキャパオーバーな仕事をやってたのかななんて思ってます。そうした時にやっぱり休まざれなかった。でその中で、外から見ることでまたグループの課題だったりどうすればいいかっていうのを見つけてきたでしょうし、帰ってきてからのね、グループの支え方みたいなものは大きく変化したようにも感じました。で、ファーストシングル、セカンドシングル、ノーバディフォルトバーンっていうところでフロントのね、センターの支えとして、リサと両翼を担ったわけですけども、その両翼のか、ね、リサがね先に卒業をして、次はユイポンの番っていうタイミングの中で、グループとしてどう支えていくのか、どうグループを、導くのかみたいなところもすごく考えてたように感じます。でそういったところでやっぱりあのここを卒業が決まってからのショールームとかで後輩を呼ぶことが多いですね。まあ、あの1期生がまあ少ないから呼ぶ子がいないって言ったらもうそれまでかもしれないんですけど、でもやっぱり2期生だと呼んでね、ああやって、いろんな交流を持ってから卒業するっていうのはやっぱりこう自分が伝えるべきことをしっかり伝えようとしてるのかなってすごく感じますし、
それだけ桜坂のことが大好きなんだろうなとも思います。もちろんそこには欅坂というものがあってこそだとは思うんですけども、僕においてこうゆいぽんっていうのは欅坂も桜坂も含めて、ゆいぽんっていうのは常にそのグループのために何ができるのかを自分の中で噛み砕いて実行をし続けた子、でかつ、それがただ前に出るだけではなくて弾いたり、横からチャチャを入れたり、まあ、ガヤなんかまさにその典型だと思うんですけど、そういったところでですねグループにこう貢献するということの大切さみたいなものを常に意識してた子なんじゃないかなって僕の中では思います。で、まあ隙間風よ、それから君がさよなら言えたってもう見てみて思うのは、やはり後悔の念とか、悔しさみたいなものは常に背負いながらやってた子なのかなと。まあ秋元さんが書いた歌詞なので、その本人がそう実際にリンクしているのかどうかは分かりませんけれども、何かこう、その辺みたいなものもね感じるところはあります。で、正直なことを言うと、最後にゆいぽんにバカ明るい曲を一個歌ってほしかったなってちょっと実は僕は心のどっかで思ってました。それこそタイムマシンでイエイみたいなので、本当に見送れたら最高なのかなってちょっと思ってたりもします。で、彼女が歌ってきた歌、特に欅の時にこう代理でセンターを務めることが一番多分多かった子だと思います。風に吹かれてもそうだし、ガラスを割れもそうだし、黒い羊もねやりましたよね。いろんな楽曲でこう代理のセンターを務めていく中で、すごくこう背負うものの重さを理解している一番の子なのかなと思います。だからこそ、それを背負わせないためにグループのためにいろんなことに、苦面してたような気もするからこそね、最後ぐらいもうそれをなんか投げ捨てたようなね、ドア軽い曲を最後に歌ってほしいなと。まあそれでいくと一番いいのは危なっかしい計画なのかな。でも危なっかしい計画はもう卒業してるんだよね。高校生じゃないし、もう立派な大人ですから、まあそういう青春もあったねぐらいの曲になってるかもしれないですね。正直僕もすごく寂しいです。なんか一つの時代が終わるじゃないけど、なんかねそう感じざるを得ない部分もあります。でもそれがねアイドルグループであり、この小林さんの気持ちとか思いを絶対後輩たちは引き継いでくれますから、そこをね僕らは見届け続けたいななんて改めて思います。本当にね8年半ですか、ありがとうございましただと思います。ちょうどこの前ベニューの方でね隙間風を披露しましたけども、あの時のこうなんだろうな、凄みのあるこうソロショットみたいなものを見て、いやこんなになったんだねっていうことを、なんかチューニングの時にこうキャピキャピして演技してた彼女と照らし合わせながら感じたところでした。きっと卒業のねセレモニーは僕は見たら 100% 泣く自信があります。でもそれでいいような気もするし、まあこれから彼女がどういう活動していくのか分かりませんが、別に芸能人に残れとも思いませんし、やりたいことに今度は力を入れてくれればいいかなと思います。彼女だったら何でもできる気がするからね。あとはやっぱり自分に自信のあるものをもう一つちょっと特化させたいよね、なんていうことも思いながら思いにふけてみようかなと思います。いよいよ明日からね、卒業ライブですね。現地の方、配信を見る方、皆さんそれぞれ思いはあると思いますが、楽しく見送りましょうということで、今日は小林さんについて語らせていただきました。皆さんの思いもぜひコメント欄にということで、バイバイ。